ラグビーボールを使った新しいスポーツ、静岡式フットボールを小学校の授業に取り入れてもらおうと、県ラグビーフットボール協会が静岡市教育委員会に要望書を提出しました。要望書を提出したのは、県ラグビーフットボール協会の星野明弘代表理事です。静岡式フットボールとは、ラグビー元日本代表の小野沢博時さんが監修したラグビーボールを使った鬼ごっこに近い新しいスポーツです。小学校の学習指導要項の改定に伴い、陣地を取り合うゲームが3、4年生の必修科目となり、静岡式フットボールが趣旨に合っているとして、今回要望書を提出しました。小野沢さんは、コミュニケーション能力を高めるトレーニングとしても最適なので、採用を検討してほしいと訴えました。